これ捕まえましょう。もうカムカメを育てないことが確定したな。カジリガメ、これを捕まえて終わりだ。よし、素晴らしい。進化系捕まえるの素晴らしいね。しかも即戦力になりうる。エレズンがいい感じだ。20超えたらちょっと出してみようかな。噛みつきポケモン、凶暴な性質、鉄棒を噛みちぎるほどの顎の力で獲物にバクリと噛みつく。危険生物じゃん。やばすぎでしょ、鉄棒噛み砕くって。化け物じゃん、血物の類じゃん。あ、来た、ドチョッチ。黒漆黒なんだけど。ニトロチャージ、いけ。よし、オッケー。ドジョッチ、ヒゲウオポケモン。あ、水地面、ぬるぬるの体はつかみにくい。ある地方では泥が固まってドジョッチが生まれたと言われている。泥が固まってドジョッチ、泥じゃんそれ、泥じゃん。こんにちは、誰だ貴様。スチームのパワーでどんな相手も吹き飛ばします。何を言ってるんだ、理解不能なんだけど。鉄道員か、そういうことか。蒸気ボーイだな。モグリュ、まずい、相性悪いぞこれ。炎を祝って終わっ、結構やばくない。ちょっと焼き尽くしてみよう。穴を掘ったってことはチェンジだな。お疲れ。タイプ相性ですよ。そんなに一旦猶予がある攻撃なんかすべきではない。イワーク欲しいな。てかこれイワークはもう捕まえられるか。30レベルまでいけるし。またワイドエリア楽しみになってきたな。うちの子はちょっとキャンプについて考えてる子が多すぎる。キャンプか眠りたいか、もはやわけがわからない。でもなんか急にさ、残り1で耐えてくれるみたいなのもあるしね。そういう要素もあるんだろうね。昔蒸気機関車が発明されてガラ地方の鉄道を発展したんです。なるほど、蒸気ボーイですね。砂地獄いる。あ、カブさんいる。カブさん、カブさん、俺の持ってるポケモン持ってる。エルダン、トレーニングにお付き合いありがとう。だが働くトロッコンの邪魔を許されないということです。邪魔なんてとんでもない、トロッコンへのエールです。でもポケモン勝負でボロボロにやられちゃったからエルダンは消えるのです。エルダン、ジムリーダーにもむちゃくちゃしてるな。そうやってあれだな、疲弊させたところをあの子に戦ってもらうってところが舐めてるな。ダンデが推薦したホップに雪だね。君たちジムチャレンジャーと最高の勝負をするためにギリギリまで鍛えてみよう。炎タイプのポケモンで戦う僕にとって水タイプがいる第二鉱山は修行にぴったりだ。あえて弱点に挑むと、それは素晴らしい精神。トロコも帰ろう、僕は送っていこうじゃないか。明日は燃えるよ。走っていった。あえて逆のタイプに挑むと。カブさんに勝てなくて諦めるジムチャレンジャーが多いって。カブさん、いやもうカブさん炎タイプの時点で俺勝ち確なんだけど。カブさん、さあということで第二鉱山、なんか割とあっさり抜けちゃったな。で鉱山に行くたびにあいつと戦うのかな。さっきのトロッコだけど、お前ポケジョブって知ってる？うん、知ってる。さすがだな。知らないっす。知ったかぶりした。あいつに、ま、は？何あれ、あの気色悪いやつ。つい気色悪いって言っちゃったけど、きっしょ、人じゃん。何こいつ、打撃。あ、聞いたことある、打撃と嘆きって聞いたことある。こんなにリアルなの、人じゃんこれ。てか相性悪い。ローキックって言っといてチョップしてきたし、半端ねえな。打撃ちょっとリアルすぎない？半分人じゃん、半人半獣。ひたすらに強さを求める。山で修行する打撃を見たら静かに立つだろう。これだね、我武神って言ってそうだな、我武神。ちょっと夜のずく相手にエレー、あっ、ドガースいる。ドガース、夜のずく相手にちょっとウイジンエレズに行ってみよう。相性いいでしょ、電気毒だよね。ほっぺスリスリしかない。まだほっぺスリスリでいけば、まぜ、終わったわ。まぜ、苦い記憶が、すまぬ、まだ早かったようだ。よし、オッケー。フクロウポケモン、特殊な作りの両目はわずかな光さえあれば暗闇でも昼のように見える。フクロウ、ちょっとキャンプしよう。なんかみんなキャンプしたがってるし。インテレオンはポケボールで遊びたいみたい。お話しよう。じゃあ遊ぶか。42歳でしょ、でも。はい。無視された。どう遊ぶんだ、どう遊ぶんだこれ。蹴った。いじめなんだけどこれ、いじめられてる。いや、ちょっと爪
それなり甘噛みしてるのと同じような感じ。いじめにあってるよ俺。みんな楽しそうでよかったちょっと待って今すげえうなってた。怖え。太い長ネギ。あ、てか、カモネギ捕まえるの忘れてた。だから格闘タイプだったんだよな、あいつ。水辺のハーブ。うわ、ハーブか。ちょっとセンス出す。ハーブで。ゴミだよね、ゴミ。5つの味ですよ。5つの味を、ちょっと入れていくと。次、辛味入れたいな。甘み、甘酸っぱい、酸味、辛味、旨味、どこだ、旨味。あ、多分旨味だな。で、苦味と。で、ゴミプラス1だな。これ入れてみるか。はい。これちょっといい料理できるよ。わさびじゃん。スパイスじゃなくてもうわさびじゃん、あれ。わびさびだったよ、完全に。やっぱり弱火なんですよね、弱火。そう。昨今ね、やっぱ弱火至上主義みたいなとこあるから、強くね、カリッと焼き上げるとかね、仕上げるとかっていうよりも、弱火なんだよね、弱火。弱による、うまみの引き出しね。食材にストレスを与えないっていうのが、やっぱり今のなんかトレンドになりつつある気がするんですよね。まあ、うちは火力全然出ないんで、強制的に弱火なんですけどね。強くても中火なんですけど。うわ、細いなんか。いや、いった。これやばいぞ。やばいの出来上がった。やばいスペシャリティ出来上がったわ。来いよ。完成。完成も感じでいいです。あ、いない。エレズンがいない。酸っぱ口ミックスハーブカレー。もうカオス。カオスな味なんだけど、これ大人の味でしょ、これ。あ、いいね。最高だわ。やっぱね、ユキは大人だな。相当。味覚が相当大人ですね。僕も結構大人なんですけどね。顔、怖。まあ、味覚ってのはね、なんか、いつまでも子供だなって思ってるかもしれないですけどね。いつになったらこう、大人の味覚になるんだろうって思うかもしれないですけど、急に来ますから。急にというかね、食わず嫌いしてるものを食べてみたら意外と食べられたっていう経験が多分人を大人にすると思う。気がついたらね、何でも食べられるようになってるから。ドガースとかベトベターとか俺割と嫌いじゃないですよ。赤緑やってたら割と育てたいタイプ。いいね。ドガース。ドガースだし。ドガース。毒ガスポケモン。毒ガスのパンパン、違う、毒ガスでパンパンの体。生ゴミの腐った匂いを求め、ゴミ捨て場にやってくる。これやっぱり人によってさ、生み出されてる存在じゃん。お前あいつじゃん。あいつが持ってたやつ。そうそうそう。ミブリン。お、一発。ミブリン、穏やかポケモン。あ、エスパーだ。頭の突起で生物の気持ちを感じ取る。穏やかなものにしか心を開かない。悟られじゃなくて悟る方だな。悟れるのか。うわぁ、マダムがいる。で、夜のづくしかいねえ。危険だ、ここは。あんなでかい袋がいっぱい。お若いポケモンタイナーさん、お相手してくださるかしら。いいですよ。マダム。マダムだった。ワンパチ。ワンパチ？あ、ワンパチだ。お、弱点取れたね。モグリは地面。地面にして地面技を持っていないという矛盾ですね。完璧に矛盾をはらんでる、これ。は？あ、岩か。あれ？あ、ありがとう。今外れたのか、普通に。キバゴ最強じゃん。デュクシ。デュクシ。強っ。心森。そのままでいいや。あれ？心森ってフェアリーやってたっけ？フェアリー確かドラゴン効かないんだよ。あー、大丈夫か？誰がフェアリーかわかんないな。どこまで強くなれるのか楽しみで仕方ない人。ファン。マダムがファンになった。警官いるわ。こんな時間に何？こんな時間までご苦労様ですよ。こんな時間に何してるじゃないか。いいからおまわりさんの手合わせなさい。こんな時間までありがとうございます。目が怖。目が怖いっす。ガーディ、ガーディかっこよ。ガーディ出ないのかな？こっちロコンなのかな？確かロコンだよね、俺捕まえてんの。俺ウィンディにしたいんですよ、ウィンディ。ガーディを。で、ウィンディにして、名前ウィンディにしたいんだよ、ウィンディ。ウィンディ、ガーディだけ捕まえたらウィンディにしたい。っていうね、ひそやかな野望。ちょ、ウィンディ大好きです、ウィンディ。新速好きですね、新速。新速打ちて。ウィンディとか捕まえたらちょっと候補にあるしな。着いた。元気になったアーマーが次のポケジョブを受け取った。なんだポケジョブって。ダイマックスでポケモン巨大化。やばいな。
ちょうどこんな時間まで子供を連れ回すな。モンスターボール、スーパーボール、怒りてやがる。怒りてるね。今まで会った誰よりも怒りてるあいつら。モンスターボール、スーパーボール、怒りてやがる。あ、マリー。この子見た瞬間に名前思い出した。マリーだ。マキハ、あ、ちょっと待って、ユキ選手だっけ。遅くまで頑張っとね。急になまってる。あんたちょっと付き合ってよ。私が事務所員で勝てるか試しておきたいし。分かったよ。目が怖い。エール弾湧いてる。ヤンデレか、ツンデレじゃないのか。なんか後ろにおまけがついてきてる。ほら、もうみんなもうずれてる。投げ方とかどうでもいいんだよ。俺のもう一番負けると不機嫌になるからね。ちょっとめんどくせえな、これ。そこちょっと気遣ってあげないとな。これ爪研ぎちょっと3回ぐらい積むわ。おまけついてきてる。はい、1回と。リベンジ。何をリベンジすることがある。これまずいな、これ。2回積んで全抜きしよう。よし。2回積んで全抜きだ。リベンジ。格闘だよね。すまない。俺が悪かった。俺が悪かったよ。本当にすまないと思っている。復讐だな。もう一分の隙も見せないわ。なんかこれで一瞬でもさ、勝てるって思わせたのは本当に俺の罪だよね。罪を償う意味から。は？効果なし？水効果なしってなんだ？え、違う。あ、違う。水を吸うタイプの特性持ちだ、これ。そういうことだ。水を吸う特性を持ってんのか。これはもう知識差が出たね。水を吸う、もうわかんないけど、木箱のドラゴンがね、完全にタイプ相性の範囲外にいるから。大丈夫、大丈夫。俺の木箱なら負けない。ちょっと強いぞ。マーリー。マキハ強すぎる。ドラクロワ研究所で。行け。よし、なんとか取り戻したな。マリーやるな。ズルック、ズルックのこれタイプが未だによく分かってない。そういえば水入ってるよね、ダブチョで。よし、倒した。ランスでいける。いけるわけないな。はあ、ずるいな。それずるいわ。リュクシ。ドラクロでいいじゃん、これ。なんかダブルチョップいまいちだな。ドラゴンクローと威力変わんないじゃん。絶対ドラゴンクローでいいわ。もう一個別の技を覚えさせよう。モルペコ。終わっちゃうのつまらん。だから粘っちゃうよ、あたしたち。より間違えちゃった。この子か。ピカチュウのなんか偽物みたいな。悪いピカチュウ。耐えねえ。まずい。結構壊滅してんだけど。なかなかやるな。え？なんだこれ？なんだあいつ？悪に傾倒した？天使と悪魔を飼っている。二つの要素を持ち合わせている。顔いかつてるか。面白い、このポケモン。モルペコ。そうか、生にも悪にも触れるってことか。もしくは昼か夜か。ありそうだね。マリー。マリーに勝つなんて、あんたちょっとやるじゃん。まあ、この先登り詰めていく鷹の目ですからね。明日に備えて寝るか。じゃあ、あんたもお休み。うらら。なんだ、そのポケモン。気になる。てか俺もポケセン呼んないっていうね、ある種の縛りだったから。翌朝、気持ち落ち着いたかい。おはよう。ちゃんと友達になれたかな。あんたの友達もうジムチャレンジに行ったよ。カゴさんのリーグカードでバッチリ対策したとか言って、なんかたくさんくれたからあんたにも分けてあげる。リーグカード、まあ水ポケモンで
蹂躙すればいいだけですから。あ、やけど直し。なるほどね。そういう危険性があると。あんたなら燃える男カブさんにも勝てるんじゃない？エンジンスタジアムでジムバッチ戻ってきたら。どこの方言だろう。ジムチャレンジを見るために仕事を辞めちゃいましてね。まあ貯金とこの先のビジョンが見えてんならいいんじゃないですかね。何にも見えずに辞めるのは論外ですけど。あ、話題のジムチャレンジャー。うわ、さすがに注目株。うわ、もうなんか誘導されてる。これこっちに行けよっていう一押しのジムチャレンジャー。ちょっとこれ人気がだいぶ人気が上がってきたな。出た、行かれてるやつ。ダイマックスでポケモン巨大化。行かれてるね。一つだけ聞いておきたいのは、終わらせてしまっても良いのかということです。もう終わったのか。ホップ早いな。なぜお前が常に俺の前を歩く。それはなぜだ。いやでもこれはね、ある種地に足つけてると言わざるを得ない。やたら選手が多いな。挑む人多くない？カブさん多分子さんだからこそ優遇されてる説があるな。なんでホップがいる？え？どっか行ったんじゃないの？よし、行くか。もう特にね、迷うことはないです。迷うこと何一つなし。ただ、蹂躙します。でも蹂躙が見えてるんだよな。カブさんがさ、なんか水を無効にしてくるような、そんな特性を持ったりとかさ、そういうポケモン用意してない限り俺は負けないんだよ。100% 負けない。お？草むらがあるね。まさか捕まえられる？あそこにいるのはロコンか。随分可愛い子がいるな。これ球根いるかもな。あ、いつもの人。あなたが、これね、この人が導いてくれるから。ポケモン捕獲で多くのポイントを稼ぐのです。5ポイント稼ぐとクリアです。ちなみにポイントは草むらにいるものを倒すと1ポイント。捕まえられたら2ポイントになります。ただしポケモンとの勝負には他のトレーナーも一緒です。つまり相手が何をするか考えつつ別のアクションでポイントを稼ぐのですよ。めんどくせえな。めんどくせえから、全員潰すわ。はい。は？あ、違うんだ。そういうことじゃないんだ。てか捕まえられるんだ。いいね。ろうそくだ。人もし。人もし？あ、なんだこいつ。丸役で、丸役でね、丸役でのやついるじゃん。人もし欲しいな。俺、一旦これは、トンボ返り。いや、トンボ返りしても死ぬだろ。これ、欲しいな。あ、死なないか。今一つだもんね。いや、これちょっと捕まえたい。これさ、捕まえたら俺のものになるよね。当たり前だよね。いや、欲しいよ、人も欲しい。絶対欲しい。ゼガヒでも欲しい。噛みつけ。よし、ナイス。危な。効果抜群。たたり目。そりゃ、役でに行くね。よし、落ちろ落ちろ落ちろ。ライバルなど蹴落とせ。すべてを潰して勝利せよ。まずは俺がいただきます。多分これ、素早さ順だよね。モンボ。いや、そんなことないか、もしかして。1、2。はい、余裕。いただきます。人もしゲット。可愛いポケモンゲットしちゃった。待って、人もしてさ。いや、違うか。シャンデリアになる？もしかして。俺、シャンデリアだったら、絶対育てるんだけど。炎で熱せられた体はほんのり温かい。迷子の手を引き、霊界へと誘う。えら、シャンデリアだっけ？シャンデリア、あれシャンデリアじゃないよな。違う、シャンデラだ、シャンデラ。シャンデラだよな、シャンデラ。シャンデラになるよな。ちょっとこれは後で、来てくれ。シャンデラだよ、シャンデラ。絶対シャンデラになるって。俺、シャンデラは絶対使う。シャンデラゴーストだよね。てか、ロコンだよな、これ。ロコン？違う。ヤクデじゃん。あ、そうか、ヤクデ持ってないな。丸ヤクデってさ、ブラックホワイト、かなんかにいたよね。てか、ヤトウモリもいなかった。これ戦った気がするな。なんか、島チャレンジみたいなやつで戦った気がする。気のせいかな。ひるんだし。野生の虫食い。いや、ちょっとかゆい。かゆいわ。蚊に刺された。蚊に食われたぐらい。蚊に食われた程度です。ちょっとインテレオンがズバ抜けすぎてて、これまずいですね。俺は捕まえるよ。ちょうどいいダメージ量頼む。そして俺がモンスターボールを投げるから。頼むぞ。鬼火、うまっ。え、聞いた？聞いた今。鬼火。聞いてねえな。ちょ、捕まえるわ。これ役で欲しい。いや、待って、人もし、ちょっと待って、人もし、ちょっと待って、人もしに完全に今心奪われてる。絶対シャンデラだって。
絶対シャンデリアだって。頼む。シャンデラ、ランクロ、ランクルス、ランクロス。そのあたり絶対育てたいからな。もう育てたいポケモンが決まってるわ。来い。よし、役では発熱ポケモン。体に溜めた可燃ガスで発熱。特にお腹の黄色い部分が熱いのだ。なるほど。燃やしていくと。燃やすのは、その魂か、それとも、相手か。何言ってるんだ。で、ロコンを俺が捕まえると。ロコン、キャワバ。キューコン、可愛いもんね。キュービだもん。キュービの狐だもん。でもロコン耐久なさそう。てか俺、ロコン捕まえてないこれ。捕まえてんじゃん、ロコン。そうだ、ガーディーがいないんだった、俺。ごめん、潰すわ。ごめん、潰す。その乏しみすべて、命の火と共に消えていただこう。これで5ポイント。お疲れ。ロコンは女の子がいいです。ロコン、ガーディー、イーブイとか、そういうパーティーでもいいな。かわいい。今、かっこいいにちょっと寄りつつあるからな。でも結局そうなっちゃうんだよな。カブさんの事務ミッションをクリアするなんてなんて熱い。次は炎の事務員だ。カブさんだ。いけ、チャレンジャー。トレーナー戦なしだな。なるほど、こういうのもあるのか。ということで。いやーもう勝利が見えてるな。初手ダイマックスでいきます。どうした？前髪気になっちゃった？やばい。本気だ。かわいすぎ。あ？横にいる。カブさん。あのね、ベテランを、まあ、年上を敬うのは大いに結構。ただ勝負の世界は、そんなぬるくね。若き目に潰されよ。さあ。死ね、カブさん。引導は出してやる。引退させてやるよ。俺もう健康的だもん。小走りしてるもん。余裕。で、若者は余裕の歩き。もうこれがね、チャンピオンの器ですよね。ようこそ僕が炎タイプのジムリーダー、カブだ。草タイプの野郎、水タイプのルリナを退け。よくぞここまで来たもんだ。どのトレーナーも、どのポケモンも勝つためにトレーニングをしているだろう。だが戦う相手も同じように努力をしている。勝負の分かれ目は本番でどれだけ実力を出せるかだ。さあ、やろうか。本番の実力ってのは、日頃の練習のその積み重ねでしか現れない。来い、カブ。カブさん。来た。はい。キューコン。いいね、キューコン。かわいい。さあ、破滅を呼び起こす。よし、3体だね。ちょうどいい。行け！ダイストリーム！ダイマックス！すべてを破壊しろ。ノアの箱舟だ。すべてを洗い流せ。行け！インテレオン！完璧にね、インテレオンは突き抜けてるから、天井。背が高すぎる。なんで顔が映んないんだ。一番大事だろ。お茶の間に届かない、これ。いや、この大ストリームちょっと可愛すぎない？可愛いけどかっこよすぎない？この水の本流。水遁ですよね。このレベルの水遁を、やっぱりこの、水のないところで出せるっていうのは、やっぱりこれはもう、二代目ホカゲ級ですね。さあ、二代目は？ウィンディ来た。ウィンディ。俺、ウィンディ捕まえたら、絶対ウィンディって名前にするっていうね。もう話をね、散々したいですね。で、ウィンディで進速したいです。威嚇で落とされたか？これはでも、落とされてもなお、これ残念ながらね、特殊技なのでね。そしてこの、天候がね、すべてを支配する。この天候の要素大事だから。さあ、ウィンディ撃破。ラスト。誰だろう？キューコンにウィンディ。これ、面白い組み合わせだな。いい組み合わせしてますね。ラスト一体は？丸役でか。丸役でいるってことは多分丸役で、カブよ、頭を燃やせ。動かせ。勝てる道筋を探すんだ。かっこいいこと言ってるな。燃えてハゲになっちまえ。それでいい。それぐらいがちょうどいい。丸役でってさ、いなかったっけ？ブラックホワイトとかで。違ったかな。丸役で、燃え盛れ。巨大マックス姿も変えろ。丸役で、燃えた。今、陰踏んでるなって言おうとしたけど、元の言葉を忘れてしまった。丸役でこれ、一歩間違えたら竜じゃん。虫じゃなくて竜だ。そしてフロア熱狂。この BGM のサビが良すぎる。いいね、二段階目に入るときに BGM が変わるっていうの。いいよね、一番。一番燃える展開。はい、お疲れ。お茶の輪冷えた。
ね、カブさんは燃えたかもしれないけど、お茶の間は完全に冷えてます。こいつ強すぎる。えらい、ちゃんとポケモンの方向き合ってた今。カブさん、お疲れ。何も起きなかったよ。終了です。最強だな、私たちは最強なんだ。絶望。いいポケモン、いいトレーナーだ。君たちは勝って当然だよ。まあね、それに見合う育成をしたので。ジムチャレンジ初めの関門と呼ばれるこのカブに勝つとは、僕の長年の経験を君の才能が上回ったな。努力ですけどね、僕もまだまだ学ばないとね。いや、この年になってもいくつか知りませんけど、向上心がある。素晴らしい。君たちは間違いなく最高のチームになる。今日は戦えてよかったよ。このバッジを送ろう。よし、握手。やっぱスポーツマンシップだな。昨今はね、こうなんかいがみ合うとかさ、ね、煽り合うとか、それ以上にやっぱりこのお互いのね、このスポーツマンシップにのっとったこの e スポーツですよ。p スポーツですよ。ポケモンのダイマックスによって僕たちのポケモン賞はガラル地方の文化だった。若いトレーナーの役目だよ。最もただ守るではなく、君たちでより良いものにするんだ。僕たち大人を支えるから。いい大人だ。この先のことを考えている。お前とインテレオンたちなら大丈夫と分かっていても、試合ドキドキしそう。嘘つけ、誰もドキドキしなかったぞ今。あ、終わったなって。あ、カールおじさん、ユキさん、あなたもジムチャレンジャーとして草水炎の順バッジを見事に集めました。記念にこちらの技の賞もらってください。鬼火じゃん。鬼火は火傷にする技ですね。対戦でよく見るやつですよね。強いんだよね、やっぱ。カブさんが着ているのと同じデザインのユニフォームどうぞ。カブさん、炎セットか。そろそろユニフォーム変えようかな。それだけの実力があれば、ナックルシティより先で待つジムリーダーにも挑めるでしょう。再びワイドエリアに俺たちナックルシティ向かうんです。俺先んじてあっち見ちゃった。バッジを持っている俺たちならワイドエリアの奥にいる強い強いポケモンも平気だな。もう、体験してきたけどね、半端じゃないよ。半端ない。半端ないのいっぱいいるから。ということで、ジム戦終了です。あ、ここでワイルドエリア、2回目か。ワイルドエリアってもう少しあるのかな？ホップどうした？何？でも鐘鳴ってるんだよな、この街。鐘が鳴っている。あれ？急に二人で。行くぞ！急に二人で旅立ってる。どうした？カブさん。俺がチャンピオンになるってカブさんには分かるんだ。何言ってんだ、こいつ。やばいな。ジムバッジを3個も集められたジムチャレンジを諦めるトレーナー数多くいる。だから僕に勝ったものはみんな見送ることにしてるよ。えらい。あ、みんな来た。みんな来た。空飛ぶタクシー様々だよ。ありがとうございます。カブさんに勝つなんてすごいよ。確か、いや、ルリナは勝てるじゃん。絶対。カブさん、野郎は絶対勝てないけどね。まあ、3組になってるな、この3人で。カブさんからジムバッジをもらえるジムチャレンジは少ないんだ。だから応援の意味でみんなで見送りするんだな。そうなんだ。君たちに声援送ろう。なんかやる？俺、読まないよ、これ。読みませんよ、カブさん。古くせえ。古くせえわ。カブさんたち3級、2人で決勝戦をするために俺たちガンガン勝ち続けるぞ。2人で決勝戦になるんだ。てか、なりそうだな。なるか、準決勝で落ちて、ビートが来るか。いや、どっちでもいいな。どっちでもいい。どっちでも潰すから。待ってろ。さあ、ということで、この流れでおそらく奥に行くってことだよね。まあ、とはいえ、ナックルシティはもう一度ね、手前まで行ってますから。で、35レベルまで一応行けるから、捕まえられるから、ちょっとこれは捕まえるという回にしましょう。ん？どうせジムチャレンジも突破できるんですから。お前は突破したのか？お前は。おごりが過ぎるぞ、ビート。そっちのホップ君に至ってはまともにボールも投げられないし。なんだ、ボールの投げ方なんて、どうでもいいだろう。ポケモンどれだけ育てるかだろう。こいつら、しょうもないことで争ってんの。お前、第二鉱山でユキに負けてるくせに。何言ってんだ。見てたのか、お前。ユキだのチャンピオンのあなたの強さを見せてくださいよ。二人でやってろ。俺はもう先行くよ。俺は先行くよ。ということで、なんかよくわかんないイベントが終わりましたね。雑魚どもで群れてろ。てなわけで、インテレオンさん、だいぶ活躍してくれたな。もう少しでこの辺進化するんじゃないかな。モグリュウ、青ガラス。トロッコンはどうだろう。トロッコン先あるよね。エレズも進化すると思うんですけどね。まあ、ちょっとこの辺育てながら、
で、捕まえながら捕まえられなかったやつを捕まえながら進もうかな。で、ちょっとお着替えしてきますね。なんか7000周ぐらい回ってすげえシンプルになっちゃった。素材、これだな。これがいいな。たまにはメガネもかけたいでしょう。